これは今ちょっと何も手つけてないですけど、はい、この辺はもうほぼ整備終わってて、こっちホームページ載ってないですか、ね、載ってないですね、はい、この2台はホームページ載ってます。ぶっちゃけどどっちの部屋がこっちの方が年式新しいですね、茶色の方が、で、まあ、若干、まあ、事務関係サビは回ってるんで、うん、まあ、そういうの気にされないんやったら全然茶色の方が全然支障ないですよね、このサビは。そうですね、うん、バキッと折れることはまずないですね、うん、ちなみにこれ部品とか安定したらどうなんですか。まあ、うちら直接海外から入れてるんで、うん、あの、まあ、ちょっと待ってもらわなあかんもんとかはあるとは思うんですけど、はい、あとはもう純正部品とかはなかなか入らんかったり、うん、社外品やったら社外品やったら大概そういうのにしておりますね、うん、メーターとかがもう同じやつがなかったりすると思うんで、はいはいはい、メーター壊れた時はちょっと違うやつつけたりとか、うん、50ですよね。そうですね。ちなみにドアアップはできるんですか。できますよ。どれくらいでできます。金額ですか、はい。あーちょっと今覚えてないですね。50で走るのきついかなと思って。部品代だけでなんやかんや5、6万ぐらいはいくんだよ。プラス工賃。そうですね。うん、このままでやっぱりちょっとしんどいですかね。そう。走る。まあ最高速度で505ぐらい、はい、あとはもうノーマルのエンジンにちょっとうるさいけどチャンバーとか入れるだけでスピード感をアップするんで、はい、これ売ってないんですよ新車ではね。新車もうないです。トモス自体はトモス自体はメーカーもよう分かんないですね。輸入元が一応東京にあるんで、うん、まあ、そこはもうこのクラシックワンツーはもう入れてないんで、うん、多分もう生産してないと思うんですよ、うんうん、ちょっと通勤用に1台あったらいいかなって考えてますね。あと壊れたらここまでねどうやって転ぶかな、その方法がネックやったんですけど、まあ、ロードサービスとか、はい、そんなん入ってもらうか保険のやつ使ってもらうか、うん、しかないですよね、うん、まあ、あとはトラック借りてきはるかすけど、うん、それなりの覚悟はありますからね。そんな壊れないですよ。おまじか、うん、その壊れたとしても、うん、あの走るのに支障ないと思うんで、ああ、はい、例えばウインカーつかないとか。ああなるほど。私別に自走でこれでとは思うんですけどね、うん、エンジンかからんくなるとかってあんまないんで、うん、ああそうなんですか。わかりました。もしあれだって1回メールで金額ボアップ調べて送ります。ああお願いできます。でも分かんない分かんない切れそうに見えますよね。面識古いけど。どうやろう、まあこの辺サビが、あ、まあ、こういうところの作りが変わってるんで。なるほど。ペダルも変えてはるんですね、これね。ペダルはもともとここで、この年式はこのペダル、こっちが変わってますね、うん、これメーターも社外品になってますね、これ。これは純正です。あ、純正なんですか。はい、うん、ちょっとサビきつかったんで、黒に塗ってるだけなんですけど、うんうんうん、ちょっと欲しいなって時はだいぶあってまあ、検討いただいたら、はい、基本取りに来んなあかんのですよね、買ったら。ん？取りに来んなあかんのですよね。そうですね。乗って帰ってもらうって感じですよ。基本ですね。はい。まあでも、うん、ベスパのお客さんとかでも奈良の方おられるんで、もともと50のまんま乗って帰ったりしたはずです。ああ、そうですね。まあち
ょっと時間はかかるけど、のんびりツーリングがてら。そうですね。で、またメールお願いします。はい、はい、すみません。